天白原あるいは、天白原大地は、愛知県豊橋市南部にある、鉱石大地。厚見半島の気部にあたり、太平洋に面している。遠暦、あ、遠暦層と、砂歴層から構成されている。天白原大地、天白原大地の位置、愛知県地形図天白原開拓の由来。天白原開拓30周年記念像より、とぼし水章。 共産性の地質のため工作には適していなかった。そのため、1908年に陸軍第15師団が置かれると同時に天白原演習場が設置された。第二次世界大戦後に農地として解放された。しかし、食料増産や失業対策を目的として、サツマイモや小麦の栽培が試みられたものの、前日のように不良度であったため、うまくいかなかった。 そこで、市街地の地理、ホコリ、バフンや炭酸カルシウムの投入を通して土壌を改善したという。豊川用水の通水によって乏し水症についても改善され、白菜やキャベツなどが生産されている。特にスイカが有名で、天白スイカというブランドで全国に出荷されている。一方で、市街地化も進んでいる。歴史、考古学的には、 古墳時代の末期や平安、鎌倉時代の中世陶器を生産した静岡県、湖西市の湖西用や、愛知県厚見半島の厚見用で使われた陶器用粘土の産出地であったという、ありがとうございます。